みなさんこんにちは、かなかなです。いつもたくさんの応援ありがとうございます。たくさんの方々にご覧いただき本当に嬉しいです。今日は強弱記号のピアノ、この記号は弱くという意味の記号ですが、皆さんどのように弱く弾いていますか？弱くというと元気のない音、ふにゃふにゃの音にはなっていませんか？ピアノは弱くという意味は私は間違っているんじゃないかと思うくらいです。今日このレッスンを見ていただいた後にピアノ弱くで弾くと、今まで出したことのない美しいピアノが奏でられると思います。それではレッスンスタート。ピアノのマークはピアノと呼んで弱く弾く記号です。学校のテストに出てきたら弱くと書いて正解です。でもピアノを弾く際に弱く弾こうと思って弾くと、ただの元気のない音や音にならない音、ふにゃっとしてしまい、リズムまで変になっちゃったり、そんな方も少なくないと思います。だってピアノは弱くと習ってきましたもんね。私が過去に教えてきた生徒さんたちもそうでしたが、ピアノを出そうと思うと指や腕の力を抜いて指の形までふにゃふにゃになってしまうんですよね。ピアノは弱くという概念はこの瞬間心にしまって、さあ、あなたも今から素敵なピアノの音色を出せるようになりますよ。ピアノはとっても大切なものを触るように、大事な大事な音を鍵盤のそばから奏でるように、そう思って弾いてみてください。大切なものに触れるとき、指先に神経が行きますよね。例えば高価な宝石、壊れやすい大事な作品、他新生児の赤ちゃん、とっても小さなものをつかむとき、指先に全神経を集中させて、指先の第一関節はピアノを弾く指のようにキュッと曲がっていると思うんです。決して弱い力で指を伸ばしてふにゃふにゃの手では触れないと思います。ピアノも同じで、小さく繊細な音を出すときには弱いというイメージではなく、大切なものを触れるように指先に集中して弾くと、とっても美しいピアノの音色が響きます。それでは一度弾いてみたいと思います。まずは指を弱くふにゃふにゃにして悪い例で弾いてみます。確かに弱い音ではありますが、なんだか風邪をひいたみたいな元気のない音になりました。では続いては、大事なものを触れるように指先もキュッとして良い例で弾いてみたいと思います。でしょうか。皆さん違いは分かりますよね。皆さんも一度、どんな曲でもいいですので動画を止めて試してみてください。どうでしたか？小さな音ですが、ちゃんと芯のある音が響いたと思います。手や指のフォームを意識することが、ここではまたすごく生きてきますよね。ピアノを弾くフォームが大切というのも実感していただけると思います。今日からピアノは弱くではなく、大切なものを触れるように
と意識して弾いてみてください。ドビュッシーなどの印象派の曲などにはぼやっとしたピアノの音色が必要な時があります。そのような時は指を伸ばした状態で弾く場合もあるということは頭の隅っこに置いておいてくださいね。今日からあなたも小さな音も美しく響かしていきましょう。それでは今日のレッスンはここまで。頑張れー。